ニュースアプリニュースピックスとステップ1がコラボレーション、今日は AI のビジネス活用にはアウトカム思考が必要という記事にフォーカスします。未来を読解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテーター、プロピッカーの島田裕樹さんです島田さんは2015年、京都大学で計算機科学の学士号を取得された後、さまざまなスタートアップ企業でのテック面での支援を経験。 2016年には日本初の AI ヘッドハンティングサービスを運営する会社スカウティを創業されました。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは記事の内容から教えていただけますか。はい、わかりました。この記事は主に三つのポイントがありまして、はい。まあ最初はまあ AI っていろいろ言われてるけど、うん、まああのダトの定義としては、まあ自律エージェント、こうロボットのようなまあさまざまな外界からの刺激に対して働きかける自律エージェントっていうのがまダトではないかと言われていて、はいはい、あのまあ。 それにこう使えるデータっていうのがこの人が言うのはまあまあ目的であるアウトカムっていうデータと行動のデータ、うん、アクションのデータそしてえコンディションっていう3つのデータが揃ってまあ有用性のあるデータとなるので、はい、まあデータがたくさんあるだけではまあ意味がないですよとでっましてこのまあ目的であるアウトカムっていうデータからまあ常にスタートすべきですよっていうことを主張されてます。なるほどアウトカムデータっていうのはうういうことを例えば まあ売り上げの予測をしたいんであれば、はい、まあ売り上げのデータとか、うん、まあ最終的なデータが揃ってないと、はい、あの結局こう意味のある分析とかできないので、うん、そういうデータから出発しないと、まあ、いい分析できないですよねっていおっしゃってます、はいまあ、そもそも AI っていうのは、ね、アーティフィシャルインテリジェントつまりまあ人工知能っていうことを言うわけですけれども、はい、まあ実際のところその AI を取り巻く現状ってどうなってるんでしょうかはい、まあ、あ23年前に比べると、まあ、人々のこう AI に対する理解っていうのは進んだかなと思っていて例えばそのまあ万能ではなくてデータがないとまああの何もできないよねみたいなこう理解は進んではいるとは思うんですけど、はい、まあその一方でまあ例えばこのまさにこう記事でもあの言われてるようなまあデータさえあればまあ何でもできるとか逆にこうデータがなかったら何もできないっていうのも必ずしも正しいことではなくて、はい、その少ないデータでもこうまいことやればこう、うん。 解析ができたりとか、はい、まあそういうこともあるのに、まあ、結構そのこうまあデータが全てだとかるまあ,あるいはその、まあ、データさえあれば何でもできるっていう考え方も、まあ、割とこう増えてるんじゃないかなっていうそうするとただのデータ解析ロボットになっちゃいますもんね,そ,うですねそれとはまた違うってことですよね。で島田さん自身その AI のヘッドハンティングサービスに関わってるという携わってるってことなんですけど実際に、まあ、携わっていてそういう状況っていうのは目にするんですか そうですね例えばこうあの人材のマッチングエンジンを作りたいって言っている会社さんとかとも話をするんですけど、はい、例えばあのまだこう制約のデータが溜まってないから、うん、まずはこうそういうのをデータを溜めて、うん、その後にこうこにアルゴリズムを作るっていう、はい、まあ結構その,その理屈自体はもっともらしいんですけど、はい、あのそれって別に必ずしもその制約のこう 決定のデータが溜まってないとできないことでもないんじゃないかな。と思って,てそうなんですよ。本来は元々ある、まあ、大きなデータから、その、まあ。傾向というのを編み出して、それでマッチングさせるっていうことですよね。はいはい、だから、このデータの根本なる。データの量がそんなに多くなくても可能であるというよりは、まあ、データは必要なんですけど。はい、その必ずしも、こう、自社の決定データではなくて、例えば、こう、ネット上から。それに近いデータを取ってくるとか。ああ、なるほど。いろんなデータの収集の方法とか。はい。 あるいはこうアンケートしたデータをた,たくさん集めて、はいまあ、5600件あればあの何らかのこうマッチングアルゴリズムのようなものも作れるかもしれないしな必ずしも何千何万っていう,こう制約データっていうのがなくてもいろいろ工夫することで、まあ、AI を使ってあのこう有用なデータっていうのを作ることもできるにたくさんのとにかくこうデータがないとできないっていうのも一つのこう。 思いいい込みに近いのかもしれなそうなってくるとまあちょっと具体的なところも聞きたいですよね。そうですねこれ実際にじゃあ、はい、AI を使ってそういうふうに有効的に問題解決するにはどういうことが必要になってくるんで結論を言うと僕の意見だと、まあそのまあ、ビジネスと AI の間に立つ人が必要なんじゃないかなとか思ってまして、はい、例えばそうちのうちの まあスカウティっていう会社でも、はい、例えばその人のこう退職する時期をまあ AI で予測すると<え>いうことをやってましてそろそろこの人が辞めそうなんじゃないかっていうのをいろんな SNS のアカウントの投稿とか、はい、あるいはその人の経歴のデータから予測するとまあ過去にも何年ぐらいで辞めてるとか, <laughs> とかそういうのも入れながら SNS で SN どうも不満が多そうだとか、はい、満足してるとかね。 っていうデータをあの使っってて予測するっていうことをやってるんですけどそこでこうやっぱりあのまあいろんな手法があってそれをどれを使うかっていうのも結構その AI を作る側の人たちにとってはすごい重要な素質というか、うん、あの技能であってその必ずしも AI の専門家だけではなかなかそこビジネスに生かしき。 切るのって結構難しいいんじゃない分析するだけになっちゃうとか例えば僕の考えだと別にビジネス上に結果が出るんだったら別に AI じゃなくてもいいなと思っていて、はい、AI でその例えば対 AI 以外の方法で退職率が何らか予測できるんであれば、はい、別に無理して AI を使う必要もないからと思っていますとそういう選択ってなかなかエンジニアからは出にくいというかまあだって実際にやってる人たちは AI を使いたいみたいなととか。ね 僕は自分で AI いじってるのに AI 使わなくていいんですよとは言わないですよね。でやっぱりそのこの人が、まあ、この記事の著者が言ってるアウトカム思考っていうのも若干そこに近いのかなと思っててちゃんとビジネスの結果をまず、うん、最初の出発点にしないとあのいい分析ができないっていうのがまさにそのこう手法からスタートするんじゃなくて、うんまあ、ビジネスの結果を見て目的のデータをまず取ってくるっていうところとか。うん あるいはその必ずしも機械学習とか AI とかを使わなくてもできるんであれば僕はそっち,のそっちでも全然いいと思ってるんですけどまああのそれでも解決できないっていう分あの問題っていうのが確実にあの現代あってそこにすごく解決できると価値が出るのでそういうところをこうピンポイントで AI とか機械学習っていうのを使っていけばあのまあ有効な問題解決何で,、はい、でもかんでも AI って言えばいいってものでもない はい。まあ AI が進んだことによってなんか AI 神説みたいのが出てきてるけどそんなことはなくて、<laughs> まあこうもともとその日本があ日本じゃない人間が作ってるものですから。まあそうですね。ええ、そこの人間のとの関わりにもかなり頼る部分が大きいってことですよね。そうですね。まあ別にあのー、こうまあ AI ブームではあるんですけど、うん、まずその今ってこう手法をみんなでこう自慢し合ってるみたいな。んこんなことできる、あんなことあんな,あんなふうにデータも分かったとか、いねね、はい。ある意味こう なんか金鉱を掘りたいのに鶴橋、はい、自慢をみんなしていてなるほどね, <laughs> ね何ができるかが大事なのに、うん、もしかし<で>それどういうふうに流行になるのかっていうのがそうですね黄金の鶴橋をみんな探してるんですけど、はい、誰も金塊を探してなくてな、はい、るほど、えー、そこの,その普通のこう金塊黄金鶴橋でもじゃなくても掘れるような炭鉱みたいなのをみんなでこう黄金鶴橋で掘ってるみたいな状況が。 あるんじゃなないかなててスコップでもいいじゃなないいみたいなこところ、はい、スコップでいいと持ってて <laughs>、うん、本んに大事なのっていうのがその黄金のツルハシでしか掘れないようなこうこうこう金塊を見つけて、うん、それをこう、ま、AI っていう黄金のルハシで掘るっていうのが、うん、一番その大事だというか一番有効な問題解決っていわれるものだと思うんですけどな、はい、なかなかそれって難しいんです、ね、どんなにあの、ま、AI の一つやってるものっていうと、まあ、あの天気予報もそうだと思うんですけど。はい すんごい天気予報やってても,もう何十年も現場で漁師やってるおじさんが「あもうすぐ雨降るよ」って言ったら、はい、意外とそっちの方が当たってるのがありますたもんね。そしたらその漁師の意見をこう収集するようなプラットフォームを作った方が、うんうん、実は天気予報よりも当たるかもしれないとううっていうのもあるかもしれないのでいいですね黄金のつハシを自慢してるっていうのはいい例えですね。うんはい、大事なのは何を使って、はい 金塊を掘れるかという,そ,うです、ね、その金塊とは何なのかというところを大事にした方がいいんじゃないかということで、うんはい、AI のビジネス活用にはアウトカム思考が必要という、えー、記事でございました気になった方は詳しくはニュースピックスのサイトにある島田弘樹さんのページをチェックしてくださいどうもありがとうございましたありがとうございました、はい